かきたまチャンネルの吾妻優心です。最近ですね、私が愛用してるアディダスのネイビーのランニングシューズ、画像を出しましょうかね。これがですね、私靴をまあいろいろ履くときに、靴が最初に壊れるときって皆さんどこがなんか最初にダメになります？私はね、親指のところが、この上のね、生地が破けて最初にダメになるので、私のこのアディダスのお気に入りの靴も最近この親指のところからメリメリ破き始めて、どんどんボロボロになってきてんので、私好きな色、まあ、紺色ネイビーなんで、新しいネイビーの靴欲しいって思ったんだけど、最近忙しくてなかなかお店に買いに行く時間がないんですよ。で、まあ、こっちにね、先に見えてると思うんだけど、 Amazon である新サービス、私がまだ利用したことない新サービスがあったので、それを利用していろいろ靴をですね、持ってきました。買ったって言い方じゃなくて、持ってきたっていうのをちょっと今から説明しますけど、まあ、靴をお取り寄せしました。今回使ったAmazon でのサービスは Amazon プライムワードローブというサービスです。先にこちらの段ボールをお見せしますね。はい、これドン、プライムワードローブって重きし書いてあるんだけど、これ何って私もこの Amazon を見た時に、どういうことだから、その購入するの上にプライムワードローブでお試しするっていう欄があって、これ何と思って調べてみたら、このプライムワードローブっていうのは去年2018年の10月に始まった Amazon プライム会員限定のサービスです。プライム会員っていうのは、こう月額または1年単位で料金を払って、追加料金を払ってプライムビデオとか音楽とか、本とか Kindle の本とか、それからお急ぎ便が使えたりとか、結構ですね、定期お得便が使えたりとかですね、Amazon の、まあ、有料会員のことを Amazon プライム会員って言うんですけど、その Amazon プライム会員の中で始まった、去年10月に始まった新しいサービスがこのプライムワードローブってやつなんです。そんで、じゃあプライムワードローブってのは何ぞやっていうと、まあ、簡単に言うと、商品を買わずに試着ができるっていうやつです。これめちゃくちゃ便利じゃないですか。だから私はこれ何をしたかっていうと、欲しい靴を適当にカートに入れるみたいな感じで、プライムワードローブのこのカート、別のカートの中に入れて、それをここに詰めてもらってお届けしてもらったってわけです。つまり私はまだ料金を1円も払ってないということです。そんでこの、ここに靴が、まあ、4足入ってるんですけど、まあ、この中からお気に入りの靴があれば、それはこのスマートフォンで返却する靴と買う靴を選べるんですね、この後。だからいい靴があればここで購入ってして、で私に合わなかったよってやつはもう一回この箱に詰めて送れば、それで無料。しかもこの箱の中に着払いでAmazonさんがこの送料とかも払ってくれる伝票みたいなやつも一緒に入ってるから、本当にこの中に入ってるものを全部あんま気に入れなかったなって言って全部そのまま返せば、私は1円もお金を払うことなく、お店に行く手間もかけずに靴を試すことができたっていうことになるんですよね。でこれ靴だけじゃなくて、まあ、服とか時計とかバッグとか、結構ね、この2018年の10月にサービスが始まった時はまだそんなに少なかったんですけど、今この1年経って今かなり商品増えてます。ザ・ノースフェイスのバッグとか、時計とかもあったし、だからね、また使ってみたいなと思うんだけど、まずは手始めに靴よ。今から開けたくてうずうずしてるんだけど、その前にまず、Amazon プライムワードローブの説明ちょっとさせていただきますね。Amazon プライムワードローブっていうのは Amazon プライム会員、 Amazon の有料会員限定のサービスで、最大8点8つまでこの服とか時計とかバッグとか靴とかいろいろ無料でお試しできるっていうサービスです。今までネットショッピングっていうと、こうサイズ感が合うか不安だなとか、この大丈夫、きつくないかな、幅大丈夫かなって思いながら服買ったりとかさ、してたじゃん。でも今回こういうプライムワードローブっていうですね、この試着できるっていうシステムができることによって、こうネットショッピングがさらにしやすくなる、きっかけになるんじゃないかなと思います。で、まあここまで言うとめちゃくちゃ便利だと思うんだけど、まあ注意点がいくつかあって、まず1個目が、この試着できる期間が、この箱がお家に届いてから7日間です。この7日以内に
このつけたりとか着たりとか履いたりして、この買うものと買わないものを決めます。で、買うものに関してはこの購入履歴の方からこの購入するっていうところを選べばこの手続きが完了されます。だからクレジットカードで一応これやってるからクレジットカードから引かれることになります。で、返却っていうところを押せばそのままこの箱に、この届いた時の同じ箱に詰めて、この箱の中に伝票が入ってるんで、この伝票をペタリと貼ってコンビニだとか郵便局だとかに持っていけばそのまま返却できる。お金は0円ということでございます。なのでこの7日間を過ぎてしまうと自動的にこの中に入ってる商品は全部買ったことになるんです。ここには今回まあ約 2,3 万円分ぐらいの靴が入ってるんですけど、この 2,3 万円分が一気に、私これちゃんと手続きしないとクレジットからガーン引かれるんで、この7日以内っていうのをしっかり守ればめちゃくちゃ便利なサービスなんですよね。そしてもう一個注意点がございまして、最大8点までここの箱に詰めてこの試着ができるんですけど、最低3点まで選ばなきゃいけない。だからこのノースのバッグ試したいな、ノースのバッグだけをこのワードローブで通過をと思ってもダメなんです。最小でも3つなんか選んで、3個以上8個以下の商品の個数でこのサービスは使えると。だからなんかこのデザインのこの服がいいと思ってるんだけど、 S サイズと M サイズ僕どっちかなって思った時、 S と M2 点だけじゃとりあえずワードローブ C よと思ってもそれダメなんです。2点だから3点以上必要なんです。だからちょっとね、だから大体迷う時って2点じゃないですか。だから3点っていうラインがねちょっと私的には微妙かなとは思ったんですけど、まあね、まあ最大3点あ違う最小3点まあ、最大8点ということで、ここだけは注意してください。だから2点の1個とかね、この1個のバッグどんな使用感かなってこう気軽に試せる感じではないのかなとは思いました。あ、そしてもう1個だけこれ絶対注意して、まあ、7日っていうのも大事なルールなんだけど、もう1個だけ注意してほしいのは、これはあくまでも試着だから、この届いた時の箱とかパッケージとかの靴の場合のタグとかついてるけど、服とかもね、このついてるタグとか切ったりとかそのまま勝手に捨てたりとかしないでください。じゃないと新品じゃなくなっちゃうから、そのたとえ返品したとしても後から料金を請求されることがあるかもしれないらしいです。だからその試着するときはタグとかでもこの首の後ろとかも変えるかもしれないけど、そのつけたまんま靴とかもちゃんと元に戻して、試着した後はね、丁寧に、まだ買ってないからお金出してないからね、それを踏まえて丁寧に扱ってください。それでは早速こちらのワードローブで私がオーダーした靴を開けて、どんな風なのを私が選んだのかっていうのは見せるぐらいで、まあ、この中身よりはこのシステムが私は面白いなと思ったので今回動画で取り上げてるので、まあ、あんまり取り上げないと思いますけど、まあね、もう私気合満々ってことで靴下を履いてきてるんでね、はい、試着今からしていこうと思います。よいしょ、あ、ありましたちょっとこれ、はい、プライムワードローブって書いてありますね。まとめて試着、気に入ったらお支払い、返送用伝票が同封されてるよと書いてあります。この中にですね、郵便局とかコンビニでこの書いてそのまま持っていったらペタッと貼ってね、そしたらもう本当に無料で送料は Amazon のこの会社が全部払ってくれるって、めちゃくちゃすごくない？これプライム会員の人は本当に使った方がいいよ。まあ、ネットで普段服買う人もそうだし、その最近時間がなくてあんま服とかその買えてないよっていう人とかもぜひ使ってほしい。あとこれステマじゃないからね、お金もらってないからね。じゃじゃーん、はい、こんな感じで靴が4足入ってます。はい、まずこちらはアシックスランニングシューズスニーカーカカンメイ2 amazon.co.jp 限定のアシックスのランニングシューズ。はい、どんなんなんじゃい。あー、いいね、いい感じのピーコートって書いてありました。まあネイビーですね。サイズは私足のサイズは 25.5 センチなんで、まあ大体 25.5 センチです。はい、こんな感じです。これ Amazon でしか買えないモデルの靴らしくて、結構軽くって、ソールもですね、割とこうフラットなソールになってて、かなり使いやすいなと思いました。はい、次はこちらアディダスランニングシューズアディゼロ、有名だよね、アディゼロのランニングシューズでございます。確かね、アマゾンだと価格的に8000円ぐらいでしたね。買うとしたら8000円払うことになります。まあネイビーというよりは青かな、こういう感じの青
かなり青だけど、で金の3本線に後ろはこんな感じ、かっこいいね。はい、続いてこちらリーボックのランニングシューズエナジーラックス。私ね、エナジーラックスはリーボックのもう一足持ってるんですよ。でもね、多分モデルがちょっと違うのかな、色も違います。こちらはこういう感じか、ネイビーと蛍光イエローのカラーですね。家でこうやって靴を試し履きするのめっちゃ楽しい。買ったものじゃないからなんか新鮮な気分、靴屋に来たわけでもないのにこれができるっていうのは、あー、サイズぴったり。どうですか、いいな。はい、最後はこちらニューバランスランニングシューズ MVERS と書いて、これなんて読むんだ、かっこ現行モデルって書いてます。買うと5800円するそうです。なんか書いてありますか、説明書ですね。ニューバランスの靴は私は買ったことがないのでどういう感じなのか、あー、いい色。はい、これも色はネイビーですね。で裏面はこんな感じ。あー、いいな。つま先の部分がね、ちょっと私靴とか全然詳しくないんですけど、つま先の部分がすっごく柔らかく加工されてる。この足の形にすごくね、こう足のひらの形にすっごくなのね、ふわっとふわっと馴染んでくれる柔らかさがあるので、長時間ウォーキングとかランニングとかしてもあんまり疲れなさそう、疲れにくそう。ただフルマラソンとかっていうよりは、まあ、うん、ちょっとしたランニングとかトレーニングっていう感じかな。はい、てな感じで全部で4足靴を試し履きしました。まあ後でゆっくりね、動画が回ってないところで考えますけど、はい、こんな感じでこのワードローブ、あのお家で気軽に、7日間ってなんか短いようで長いと思うんですよね。今試し履きした段階でも私的には大体なんとなく、あ、この靴いいな、これはあんまりかなっていうのは分かったので、7日ってそう考えると長いなって思うんです。だって靴屋行ったらさ、その日に大体買うじゃん。だからすっごくね、有意義に過ごせる、ゆったり自分に本当に合う靴、まあ今回靴でしたけど服とかね、バッグとかは何かなっていうので、ね、複数注文してみて選べるっていう楽しさ、喜び、家でショッピングしてるみたいな、まあネットショッピングは家でショッピングだけど、そういうことじゃないな、現物があって家に店が来たみたいな感じの気分が味わえました。はい、ということで、こちらの Amazon、プライムワードローブはですね、 Amazon プライム会員限定のサービスでございます。まあ、服とか今回の靴とかバッグとか時計とかもその他様々、7日間無料でお試しできますので、ぜひプライム会員の方、そしてプライム会員じゃない方もですね、この最近時間がなくてなかなか買い物行けてないんだとかね、ネットショッピングしてるけどよく失敗するんだっていう方はですね、ぜひプライム会員に加入してこちらのワードローブ使ってみてはいかがでしょうか。ということで、なんかステマみたいになっちゃってますけど、本当にお金もらってないからね、ただ私がこのシステムを最近ほんと先週とかにしてめちゃくちゃ感動したんで、動画にしたという次第でございます。ぜひ皆さんもプライムロードワーブ、間違えた。ぜひ皆さんも、プライムワードローブお試しあれ。以上、かきたまチャンネルのあがつまゆうしんでした。たったー。